低年収でも資産は2400万、節約マスク、カオルです。私は2019年の1年間で資産を360万円くらい増やすことができました。私の給与収入の手取り金額は200万円台なので、家賃や食費などの生活費をすべて払いつつ、給与収入以上の資産を増加させることができたわけです。いや、そんなことできるわけないじゃん、おかしいよって思う人もいるかもしれないですけど、今回はその方法をお話ししていきたいと思います。節約マスクのお金の話。今日のお話で重要なのは、私が増やしたのは貯金ではなく金融資産だということです。何が違うのかというと、貯金は貯めたお金だけのことを指しますけど、金融資産というのは貯金以外にも株式、債券、投資信託、あと積み立て型の保険なども含んだものになります。ちなみに資産になると土地とか家とかも含まれるもっと大きな括りになります。じゃあなぜこの1年間で金融資産が収入以上に増えたかというと、株価が上がったからなんです。株価が上がると私が保有している投資信託の価値が上がるので、貯金が増えるっていうわけではないんですけど、金融資産が増加するんですね。こうやって言うと、なるほどね、投資が上手だから金融資産を増やせたんだね、じゃあ俺には無理だなって思われるかもしれませんけど、ぶっちゃけ私は投資がすごく下手です。下手すぎてうまくいかないから、何も考えずに毎月同じ商品を同じ金額だけ注文するっていう積み立て投資をこの何年かはずっと実行しています。この投資方法に変えてからは地道に少しずつなんですけど、金融資産を増やせる額が大きくなってきました。最初に設定さえしておけば自動で購入してくれるので、手間も時間もかからないですし、売却せずにもうずっと保有し続けているだけなので、株価も全く気になりません。実は今回も動画を作るにあたって、1年前の金融資産額と比較をしてみようと思って、マネーフォワードの資産推移を見てみたら、思った以上に増えていてびっくりしたくらいです。あ、株価そんなに上がってたんだ、みたいな。もちろん、この1年はたまたま世界経済の調子が良かったっていうのが大きいです。2018年の年末にガクッと株価が下がっていたので、2019年は特に上昇率が高い年だったんですよね。株式や投資信託は保有商品の評価額が下がることもあるので、リスクについては必ず理解しておく必要があります。ただ私は10年先20年先の先進国株が現在よりも安くなっているっていうのはあんまり考えてはいません。その理由は2つあって、1つは過去の実績です。私が投資しているのはアメリカを中心とした先進国の株式なんですけど、アメリカの株価指数の SP500 の長期チャートを見てみましょう。1980年から2020年の40年間で、ところどころ大暴落もありますけど、右肩上がりに上昇しているのがわかると思います。つまり、1980年以降、いつ買っていたとしても、保有し続けていればどこかでプラスリターンが得られているということですね。ちなみにこれよりもっと前のチャートを見ても、長期的に見れば右肩上がりなのは変わりはありません。1980年1月の SP500 が111ポイントで、2020年1月の SP500 が3300ポイントなので、40年間で30倍になっています。為替を無視して単純計算すると、100万円を SP500 に投資して保有し続けていれば、2020年現在は3000万円くらいになっている計算です。とんでもない数字ですよね。長期投資は時間をかけられる人ほど有利なので、若いうちに始めた方が絶対にお得なのがよくわかると思います。2つ目の理由は、アメリカが先進国としては珍しく人口が増え続けている国だからです。シンプルな考え方ですけど、人口が増えれば個人消費が増えて経済は拡大していくというのが一般的です。人口推移の予測はそのまま経済成長の予測になるって考えられているくらい、人口と経済は密接に関わっているんですね。だから日本の少子化という問題はすごく深刻なんです。で、アメリカはというと、人口ピラミッドが若い世代がまだまだ多くて、今後も人口増加の予測が立てられているので長期投資に向いているんですね。この過去のチャートと人口増加予測から、アメリカを中心に投資しておけば長期的に金融資産を増加させることができると私は考えています。
もちろん現実は何が起きるか分かりませんし、損失を出したとしても自己責任になってしまうので、その点はご注意ください。で、今回は投資のお話がメインになっていますけど、私が1年間で360万円増やせたのは投資のおかげだけではありません。手取り収入が少ない中でも節約を心がけているからこそこれだけ増やせていると思います。詳細を計算するのは面倒だからしてないんですけど、360万円のうち投資で増えた金額よりも給与収入から増えた金額の方が多分多いです。投資をするのがどうしても怖いという方は、節約をすることが金融資産を増やす最初の一歩だと思います。節約に関しては25個の節約術をまとめた動画をアップしているので、そちらを見てもらえると参考になるかもしれません。以上、低年収のサラリーマンが2019年に資産を360万円増やした秘密でした。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。